株式会社青柳総本家は、愛知県名古屋市森山区瀬古一丁目に本社を置く、製菓業者、ウイローなどの菓子類を製造、販売している。青柳総本家森山直営店すべて、愛知県名古屋市に所在。この他に、名古屋三越、松坂屋名古屋店、名鉄百貨店、JR 名古屋高島屋などに、専門の売り場を設置している。青柳ウイローは、 登録商標である。東海道新幹線が開通した際に、名古屋名物として、青柳のウイローだけ、社内販売を許可されたことにより、ウイローは、名古屋名物として、有名になった。1969年から流されている、ウイロー CM の歌詞、悔しかったら言ってみな。白、黒、抹茶、小豆、コーヒー、柚子桜が、上がりなのか、小豆なのかが、 話題になることがある。1969年当時上がり、1971年頃から1977年が小豆である。1977年に CM が一時中止になっているが2002年に復活し、その後2007年10月をもって再び放送が中止された。復活した時の歌詞は上がりであった。上がりとはコシアンのことである。ゆず、 コーヒーは、それぞれ1982年休止、2002年再開、2008年、休止、1977年休止、2002年再開、2007年に、販売を停止したが、コーヒー業界の助言、洋菓子作りの経験を持つスタッフなどの手によって、復活し2021年4月6日販売を開始した。東海地方では、白、黒、抹茶、あがり、コーヒー、 ゆず、桜という歌詞の CM ソングでも有名。CM は前日の東海道新幹線開業直後に、関東や関西の放送局や他地区でも放送されていた時期があったが、現在は中京エリアのみの放送に止まっている。また、フルールの CM も有名だった。声の出演青柳牛色、松島みのりフルール米粉加工販売会社。 ミカサフーズの自故前不正転売事件において、2007年12月から2008年6月の製品に加工販売したことを明らかにしたが、工業用の農薬を1000枚だと気がつかずに仕入れたと説明をし、後藤隆社長が謝罪をしている。会社概要。青柳総本家。2017年3月22日閲覧。2009年5月17日放送。がっちりマンデー。 ご当地お菓子、第2弾。2017年3月20日閲覧。名古屋名物、ウイロー。幻だった、7つの味が13年ぶりに復活。ヤフーニュース。ヤフーニュース個人。2021年4月9日閲覧。名古屋のウイロー老舗店にもお千枚混入。日刊スポーツ。ウイロー老舗もお千枚混入。洋館などご商品。四国新聞。 http://news.shikoku-np.co.jp スラッシュニュースラッシュナショナルスラッシュソーシャルスラッシュ200809スラッシュ 20080917000486.htm ありがとうございます。